皆さんこんにちは、ボスです。いやー、最近暑いですね、本当にね。まあ暑いし、コロナだし、どないやねんってことで、まあ、今日はですね、コロナに関するじゃないですけど、まあ、コロナに勝つためにはやっぱりこうね、自分運動身は自分で守るっていうかね、やっぱり食べ物から変えていって免疫力を高めていくってことが一番必要なんじゃないかなと思ってます。とっからなんですけど、まあうちのもっくんがね、非常に健康オタクなんですよ。やばいぐらいね。とりあえず健康オタクです。まあその健康オタクのもっくんがもう常日頃毎日言ってるのが、食材があるんですよね。毎日言ってる最強の食べ物だ。さあ、それは何でしょうかってことですね。なんとその食べ物は餃子。今もっくんは巷でカレーを100日間食べ続けるっていう、まあ、チャレンジやってるんですけれど、カレーもそのまま免疫力を高める効果があるということで、もともと始めたんですけれど、カレー以前にね、ずっと毎日食べ続けてる食べ物が餃子なんですよね。餃子、もう本当にね、毎日毎日餃子のことばっかり語ってるんでね、まあ、いろんな焼き方であったりとか、もうこだわりが半端ないんですよ。こだわりの餃子どんなもんやちゅうことで、今日の企画始まりました。僕発信で、ね、僕がやってた企画なんですけれど、まあとりあえずもっくんのこだわり餃子を食べてみよう。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、みんなのアイドルもっくんを呼んでみたいと思います。もっくん。はい、呼ばれました。アイドルではないですけど。こんにちは、もっくん。こんにちは。今日カレーとは全然違うんですけどね、常日頃語ってる食材あるじゃないですか、はい、カレー以外にですね、はい、いつも食べてます。何でしょうかね。餃子ですね。餃子ですね。餃子です。もっくん、ちなみに星座は何ですか。星座は乙女座です。餃子でしょ、そこは。でしたね。失礼しました。まあ、どんだけ餃子愛がすごいかっていうことを語っていただけたらなと思うんですけど。僕の餃子愛。餃子愛と、はい、まあ、餃子っていう食べ物がどんだけすごいかっていうことと、常日頃毎日語ってること、今日はカメラの前で語っていただけたらと思うんですけど、ね、餃子というものをちょっと説明させていただきます。餃子はですね、完全栄養食なんですよね。炭水化物とかタンパク質とか、まあ、ミネラルとかいろいろ入ってるんで、それだけでも生活していけると、うん、勝手に思い込んでます。はい。で、やっぱ特別のが、炭水化物が少なめでタンパク質が豊富なんで、実は太りにくい食材となっておりまして、あとキャベツとかニラとかが豊富に入っているので、まあ、野菜もちゃんと補えるという、まあ、素敵な食材となっております。あとニンニクも最強。ニンニク入ってますね。そうですね、ニンニクと生姜もたっぷり入れてますので、うん、まあ、代謝も上がるし、ビタミン B1 とかかな、なんか吸収率も上がるし、うん、まあ、アリシンですかね、ニンニク由来のアリシンとかも、うん、生姜のジンゲロールでしたかね、うん、もう素晴らしい食、栄養価が詰まってます。さすがですね。調べてます。まあ、じゃあ今回は、まあ、僕がもうちょっとその餃子をちょっと食べてみたいなっていうことで、今まで毎日食べ続けた中で、まあ、いろんな工夫していろんなこだわりあるじゃないですか、作り方。その中で、まあ、一番ボス食ってよっていうやつ、もちろん焼きですよね。もちろん焼きです。じゃあもう今日はまあそれを取っていきます。1から。分かりました。1から取って、はい、食べるとこまで今日は動画にしたいなと思ってますんで。かしこまりました。はい、まあ、作る最中でちょっと餃子ちょっと語っていてくださいね。ちょっとじゃあ語らせていただきます。はい、分かりました。じゃあそんな感じで始めましょうかね。分かりました。はい、お願いします。お願いします。それでは餃子の食材を買い出しに行ってまいります。いってらっしゃい。僕待っとくわ。あ、分かりました。すいません、早めに行きますね。はい、お願いします。恵比寿グループ。はい、では食材の方買ってまいりました。すみません、改めてご挨拶させていただきます。マックンです。それではですね、はい、簡単に食材の方を説明させていただきますと、豚の細切れ肉ですね。僕変なこだわりあって、ミンチを買わずにこれからミンチに自分でしていきます。それでね、そっちの方が美味しいんですよ。本当。はい、食べるよりに、まあ、生姜とかニンニク、キャベツ、ニラなどの定番の、餃子を作らせていただきます。で、まあ、隠し味みたいなんで、まあ、オイスターソースとかシャンタンですね。シャンタンで、あと、まあ、ちょっとすりごまとかも入れて、作らせていただこうと思います。
まあ、普通ですね。まあ、普通です。定番のこれが美味しかったです。まあ、2個ぐらいですね。2個ぐらいですね。どんな餃子ができるか、はい、めっちゃ楽しみ。楽しみにしとってください。美味しいです。美味しいやろ。美味しいです。健康になるしね。ね、うん、体も代謝も上がるし。免疫上がるしね。免疫上がります。わかりました。じゃあちょっと楽しみにしとくんで、ちょっと作っていきましょう。ほんなら。わかりました。はい。マックンズクッキング。はい。それではですね、実際に料理の方を始めさせていただきます。じゃあまずはじめはね、こちらの豚肉の方から、ミンチにしていきます。で、餃子作るのになんか順番があるそうで、先に豚肉とかを入れてごま油とか絡めてよく揉む。で、その後に野菜入れて混ぜるという、順序となっております。それでは早速こちら切り刻ましていただきます。本当はですね、あのフードプロセッサーとかでミンチにしようと思ったんですけど、ああすみません、今日あの持ってくるの忘れました。でもひたすら切っていきます。ちゃんとして失敗しましたね。ちょっとね、包丁はあんまり上手くないんですけど、はい、またこれぐらいのいっぱい切って、はい、あのプロセッサーする予定でした。はい、で、包丁でミンチするの僕今初めてです。初体験。初体験。大丈夫。どうなるかなと思ったら、ひたすらぶった切っていきます、ね。はい、なんか手が重くて、手が怖いんだけど、手元はですね、ちょっと怪しい感じですね。切ったらいけんよ。粗挽き、粗挽きのミンチということにしましょうか。はい、粗挽き美味しいですよ。はい、粗挽き、粗挽きでいきましょう。餃子結構作るの手間なんですよね。あのキャベツも切り刻んでいったり、ニラもたくさん切り刻んでいくんで、めっちゃ包丁を使わないといけないんですよね。で、僕結構包丁苦手なんですよ。そうだ。割と大変なんですよね。あ、でも食べたいからひたすら、うん、切るっていう、うん、なるほどな。もう美味しいと、もう普通に俺はあれするから、美味しかったら美味しい、美味しくなかったら美味しくないっていうか。それが嬉しいです。自分の勉強にもなるんで。もちろん今も楽しいんでしょ。今も楽しいですね。餃子。餃子がね、食べれると思ったら、うん、まあ、僕は食べるんじゃないですけどね。うん、食べるでしょ。食べさせていただきます。雑やな、なんかね。男の料理。男の餃子。いや、それ美味しかったら本当に餃子屋出しましょうか。出しますか。餃子屋やりますか。男の餃子。男の餃子、いいですね。屋台の感じがいいですね。屋台の感じが。まだ毎日餃子食べたの？カレーと餃子どっちが好きなの？正直、ああ、どっちも好きなんですよね。うん。どっちが好き？ね、でも餃子って言ったらあれだけど、餃子かもしれないですね。餃子の方がやっぱ好き。でも結構カレーも好きですよ。うん。どっちも結構好きです。餃子は何日間食べ続けたぐらい？餃子はね、1ヶ月は食べてましたね。あ、そうだ。正直、最近は毎日毎日なんですけど、うん、まあ食べてます。そうだ、今カレーだもんな。まあそうですね、カレーになっちゃったもんね。カレーがメインだもんな。カレーメインです。毎日カレー食べてますね。まあ通りで、あんまり風邪ひいたとか聞かんすもんね。でも本当そうですね、聞かんもんね。ずっと風邪ひかないですね。ね、なんとか風邪ひかんとかって言って。ダメなやつですね。ダメなやつです。あ、そっちじゃないよね。なんとかじゃないよね。餃子のおかげやね。餃子のおかげです。会社が上がった。どっちにしろ、あの、根本はニンニクだと思う。あー、やっぱりね。どっちもニンニクが入ってるんだったら、会社が上がれたら、上がれたらなと。やっぱり餃子食ってるだけあって、やっぱシュッとしとるもんね、もう。スタイルがいいわ。僕は餃子でできてますよね。餃子とカレーでできてます。そうやな。すごいですね、うん、なんか臭そうやな。臭そうですね。だいぶな。いよいよきつめが体にはやっぱいいよね。そうですよね、うん、風邪予防にはしょうがないですよね、うん、でも意外とこのこういうことがありえるんですよね、うん、失敗したけど、うん、食べたら一番美味しかったとか、あ、失敗したけど、あ、美味しいのできたみたいな、あ、それを狙ってます。あ、なるほどね。え、お、美味しいって言うと思ったの？言わせますよ。そうだ。かっこいいだなんか。普通に食べたら美味しいとは思いますよ。シンプルなんで。あの2倍速とか流れるんだよ、これ。
ひたすら聞いてるこれもこれでシュールですね助かりますちゃんとこの雑談もちゃんと拾ってくれとるから ね、うん、僕がただ料理する家が絶対いいですよそうだやっぱすごいな、俺ってですよ、ね、ダメスはすごいですよ、うん、もっと褒めて褒めて伸びるためにそう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 なんかのぼぎひきよるみたいなねですね、うん、ちょっと下手なんですよね、昔から、うん、フードプロセッサー忘れたのが悪いよ、ね、もう自分の身に染みてますよ、今、うん、検証になりますよ、うん、本当にこだわりはもう市販のミンチ買うよりは絶対美味しいですよ、ね、うん逆にして鶏とかだったらダメなの？鶏は鶏あっさりしてますね。鶏餃子。鶏餃子もあります。ヘルシーですね、そっちの方が。なんかあの最近あれやけど、シソが入ってる餃子は僕好きなんだよね。シソ美味しいですよね。たまに僕も出たりして、シソ餃子ね。シソ餃子っていうね。あれはありですね。美味しそうとかつって。失礼しました。すいません。もう42なんでね、ちょっとエアティギャグが。こんな感じだな。すごいね。すごいやっぱり。なんかサバ餃子とか作ったことありますね。サバ？サバ？美味しかった。めっちゃサバでしたもん。あ、そうな。サバが強すぎましたね。サバ餃子、サバとあれとかキャベツとか入れたりするの？混ぜるの？サバと何入れたかな。生姜とサバと入れて、野菜無駄入れたかな。僕もサバが強すぎましたね。子供が喜んだのはシーチキン餃子は喜びましたね。へえ。何でも餃子作ったらね。何でも包むやな。何でも包むやな。今日は普通の餃子作るんですけど、おすすめがあのシューマイの皮で餃子作ったら一番うまいです。へえ。なんかね、薄皮であのその屋台の味感ですかね。薄皮パリパリの餃子ができるんで。またね、その次回が。また取るの？うん、いや今日どうせならそのシューマイの皮で作ってほしかったどうせなら一番美味しい方でね、うん、作った方が良かったか、うん、以上、ミンチの完成です。はい動画のご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。こちらの概要欄にもTwitter のアカウントありますので、フォローもよろしくお願いします。では、次の動画で。